妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、フランスのティア8プレミアム中戦車。快適な足回りと2連発720ダメージのローダー砲が強力な子、ブラスクさんだね。うむ。マップはマリノフか、ゲームモードはアミューズメントのスノーボールだね。それじゃあ初動は、スノーボールだと高速車両に当てるのは至難の技なので、中央平原で戦っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。ちなみにこの冬のアミューズメントモードのスケジュールになるんだけど、今週末がスノーボールで、来週末がアイスエイジ、そして年明けの再来週が、その両方だね。今回はホリデー作戦のボーナス期間と重なってるから、クレジット収支がすごくいいのがいいよね。だね。特にこのスノーボールはルールの関係で油断が強く、同ティア対決ということもあって、基本金弾いらずなので、弾薬費が安上がりってね。いいね、お姉ちゃん。そしたら次にスノーボールのルール紹介をさせてもらっちゃおうか。スノーボールではアミューズメントな特別ルールが適用されて、内容は弾道の山なりか、榴弾の性能向上、榴弾以外の砲弾の貫通力低下、装填時間の短縮、そしてエンジン出力の強化となってるね。うむ。なのでみんな榴弾を投げ合う、まさにスノーボールって感じになるんだけど、山なり弾道の関係で高速車両に凄まじく当てにくかったり、榴弾が空間走行に弱い上、榴弾以外の貫通力低下が結構きついので、シュワちゃんパットンさんやスパパさんのような、空間走行モリモリの子が凄まじく硬かったりするね。普段あまり活躍できない子でも、活躍しやすかったりするのはいい感じだよね。うむ。ただ今日のバトルにはいないけど、フランスのケイソーリンさんとか、あの辺がちょっと強すぎるので、その辺が少々あれだったりもするね。あわう。でもブラスクさんですらこの辺りに草なのに、フランスソーリンさんとかになると、当てれる気がしないもんね。だね。それとこのモードだけのテクニックというわけじゃないんだけど、弾速が遅くて山なり弾道になる砲弾の場合、画面を思いっきり引いた状態でオートエイムを発動させてから発砲することで、起伏の向こう側にいる敵を撃てるというテクニックがあるので、そちらを使った見えない射撃も、ちょっと面白いよね。いいね、お姉ちゃん。テイティアの榴弾砲でならランダム戦でもできる子がいるみたいだけど、本当にごく一部のこの戦法だもんね。うむ。そしたら戦闘シーンはずっとこんな感じで単調なので、このまま来週のアイスエイジの紹介もさせてもらっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。アイスエイジモードではマップがツルツルになるほか、前更新速度の上昇、エンジン出力の強化、砲塔旋回速度の上昇、移動と旋回時の拡散の軽減、そして弾速の強化が行われるね。うむ。砲弾の貫通力は通常のランダム戦とかと同じなので、強さで言うなら禁弾を撃つのがもちろん強いモードではあるんだけど、みんなクレジット目的なのか通常弾ばかりが飛び交うので、以前行われた時は、通常弾に強い重戦車さんがなかなかいい感じだった気がするね。そうだねお姉ちゃん。中でも KV5 さんは、ドスコイアタックもあってすごく強かったよね。うむ。確かに KV5 さんは強かったね。普段は出力重量比とかの関係で、カタログスペックの40キロ出ることは稀だけど、アイスエイジではエンジン出力モリモリだから余裕で最高速が出るし、その最高速も特別ルールで10キロ増だから、車重100トンの子が、50キロでガンガン突撃してきてたもんね。本当だねお姉ちゃん。しかもバトルの結果が統計に反映されないからか、ほとんどの KV5 さんが問答無用で突撃してきてたもんね。うむ。中には KV5 さんの3両プラで突撃、なんてパターンもあったし、ある意味スノーボール以上に、鈍速の子にとっては地獄だったよね。あわう。でも KV5 さんより重い子はマウアーさん、オホさん、100P ちゃん、KV4 さんしかいないから、それ以外の子は問答無用って感じだったもんね。だね。そして正直すごく楽しそうで、ちょっと KV5 さんが欲しくなっちゃったけど、年に数回のイベントのためだけに KV5 さんは、ちょっと買えなかったね。あう。それとこれは戦闘関連のことじゃないんだけど、アミューズメントモードのバトルは統計に残らないからか、
みんなかなり適当にやってる感じなので、ティア8と10のこの、経験値稼ぎにも最適な気がするね。いいね、お姉ちゃん。私たちもティア8さんに乗ってる時にアミューズメントモードが来たら、思いっきり経験値稼ぎに使わせてもらっちゃってたもんね。うむ。確かチェコの TVP さんとか、アミューズメントモード中に開発しきったよね。そしたらバトルも最終盤って感じなので、最後はビシッと決めちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。でも私たち一両で向かうのはあれなので、誰か来るのをちょっと待つね。うむ。そして隙ありだね。ナイス撃破大妹よ。くぅ、最後やられちゃったけど、ともあれ無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。ヨダメ2284、キル数4、アシスト3561、棒ダメ0。スコアは1414でチーム内トップ。バッジとかはアミューズメントモードなのでなしだね。今日のバトル、快速のブラスクさんでスノーボールということで、ランダム戦では絶対にできない、終始平原走り打ちプレイだったけど、フッ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 って感じだったね。あわう。でもブラスクさんのスピードなら、本当に当たらないもんね。だね。終始は、禁断の使用なし、ホリデー作戦期間中ということで、戦闘時間を踏んで10万超えと、なかなかグッドな黒字だね。いいね、お姉ちゃん。アミューズメントモードは戦闘時間が短いことが多いのもいいよね。だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。